どうも皆さん、こんにちは。まあ、ウクライナ戦争、パレスチナ紛争、大変ですけどもね、この間も、プーチン、ロシアがですね、ハルキウですか、州をこう、違ったところに、移動してね、ますますこの内、あの、内部に入って、非常にですね、隙をついたんですね。陽動作戦って言いますかね。まさかそっちまで行かないだろうということで、油断しましたね。そういった策略家であるんですね。ですから、ハルキウ、別な州をね、隙があったということだけで、だけどですね、またまた侵略的行為をするわけですね。ですから皆さん、この、ね、侵略ね、国境軍隊越えたらダメだって国際法ですね。国境を越えたらいけないということですね。基本的なことを理解してですね、プーチンはちょっといただけないですね。だけれども、なかなかやるんですね、作戦は。恐ろしいんですね。だから、まあ、今回、今日の新聞でプーチンが、まあ、北京に、ね、行って、今、習近平と打ち合わせしてるみたいで、まあ、習近平もちょっとね、これちょっとまずいかなとちょっと思ってますよね。自分もね、痛手を受けますからね。共倒れみたいになっちゃって困るからですね。ちょっと習近平も若干、躊躇してる部分が出てきましたね。だけど、だからこそプーチンも一生懸命頼みに行ったんだろうけども、まあ、これどうなるかですね。ですから、プーチンも必死です。ですから、そういった中でまたね、いろいろ変な作戦を考えてですね、陽動作戦って言いますかね、隙を狙っていくわけですね。頭数多いんでね、軍人のね、あちこちから、ね、引っ張ってきて、お金やるからっつってね、で、死んでからあげるわけがね、死なせて、ひどい話ですね。まあ、とにかく、まあ、ちょっとありえないことやってるんですけども、皆さん、ぜひですね、このプーチンの動きというものがですね、非常にね、巧妙に、陽動作戦、いろいろ経済作戦でね、人事も変えてですね、経済立て直しってね、経済とかですね、いろんなところをですね、彼は、なんかトップで動いてますからね。で、交代させてね。いや、なかなかね、やりますね。なかなかやっぱりね、知恵がありますよ。悪知恵って失礼だけどね。あれはもうスターリンを思い出すようなね、感じですけども、非常にですね、そういった中でですね、非常に今後の動きがですね、怪しくなってきました。ぜひ皆さんもね、このウクライナ戦争とは何か、日本の安全保障とは何かということですね、しっかりと理解していただきたいと思います。ありがとうございました。